はい、こんにちは。筋肉系 YouTuber の山沢です。今日は筋肉を大きくするために必要なこと10選というテーマでお話しさせていただきます。トレーニングについて、栄養について、サプリメントについて、これらを実践するだけであなたの筋肥大がぐっと加速します。ぜひ本日紹介する10個のことを実践して、周りよりも早く筋肉を大きくしていきましょう。筋肉をつけるためにやるべきこと、その1、ネガティブトレーニング。ネガティブトレーニングというのは、重りを下ろすときに重点を置いたトレーニング方法になります。筋トレを始めて間もない頃というのは、重りを何回上げるや何回引く、このようなことにフォーカスしてしまい、重りをゆっくり下ろしながら筋肉を引き伸ばすということを意識できていません。ですが、ネガティブ時、重りを下ろすときというのは、上げるときに比べて 120% から 130% 筋力の発揮が高まり、筋肉をつける上で欠かせない刺激となっています。なので、重りを下ろすときというのは 2,3 秒かけて筋肉が引き伸ばされるのを感じながら下ろすようにしましょう。続いての筋肉をつけるためにやるべきこと、その2は、 85% の重りでやるでございます。筋トレを行う上で、どれぐらいの重量で何回やるべきかという疑問を抱えると思いますが、私の師匠でもある山本先生の著書によると、37の文献を元にしたメタアナリシスでは、 85%1RM で週2回、各部位8セットがベストだとしています。85% の重りというのは、回数でいうと6回しか上がらない重量のことを指します。ベンチプレスや懸垂がギリギリ6回できた、こういった物理的に強い負荷をかけることが筋肥大には欠かせません。ただし、刺激をマンネリ化させないことも筋肥大にとって大きな要因になりますので、12回ぐらいが限界だと感じる重量、15回ぐらいが限界だと感じる重量など、日によってトレーニングする重量を変えていくことがおすすめです。続いて、筋肉をつけるためにやるべきこと、その3が、同じ筋肉を3日に1回鍛える。筋トレを行う上で、週に何回のトレーニングがベストなのか、このような疑問があると思います。こちらも山本芳則業績史を参考にすると、140の文献を元にしたメタアナリシスでは、トレーニング未経験者は各部位を週3回、トレーニング経験者は各部位を週2回、トレーニングすることがベストだと結論付けています。筋肉の回復には48時間から72時間かかることからも、月曜日の夕方にトレーニングをしたとしたら、木曜日の夕方に同じ部位を筋トレするのがベストだと言えます。ただし、扱う重量が増えるにつれて、関節の疲労のことも考えなくてはいけません。トレーニング未経験者であれば中3日、中級者であれば中4日から5日、トレーニング上級者は中6日空けて同じ筋肉を筋トレするのがベストです。ご自身の体と相談しながらトレーニングしていきましょう。続いて、栄養編に参りましょう。筋肉というのは、何を食べるかで大きく結果が変わってきます。ぜひこれからお伝えする3つのことを意識してみてください。それでは、筋肉をつけるためにやるべきこと、その4が、プロテインは1日3回飲むでございます。筋肉をつけるためには、タンパク質が必要というのは、皆さんすでにご存知でしょう。最低でも体重かける2倍グラム、最新の研究では体重かける3倍取るとより良いとも言われています。体重70キロの人が2倍グラム取ろうとすると、鶏胸肉600グラム、肉や魚などの固形物から取ろうと思うと、とても大変です。そこで有効活用したいのがプロテイン。1回30グラムから40グラムのプロテインを、食事で不足してしまうところ、トレーニングの60分前、さらにトレーニング後や寝る前、このようなタイミングで1日3回飲むようにすると、タンパク質が不足することもなく、常に筋肉が大きくなる環境に置くことができます。続いての筋肉を大きくするためにやるべきこと、その5が、1キロの米を食べるでございます。炭水化物というのは、トレーニング中のエネルギーになるだけでなく、タンパク質が分解されたアミノ酸を筋肉に運ぶ役割をしてくれます。タンパク質が体重かける2倍グラム最低必要だとしたら、炭水化物は体重かける5倍グラム以上必要となっていきます。どれぐらいのペースでバルクアップしたいかによって量を変えていきますが、白米で炭水化物を取るとすると、1日1キロ、例えば 250g のお米を4回に分けて食べるなどすると最低量が取れる。もちろん、炭水化物はお米だけでなく、そば、パスタ、うどん、餅、オートミール、芋類、こういったお好きなものから取ることも可能です。朝昼晩に肉魚に加えて、しっかりとお米をたくさん食べるようにしましょう。続いての筋肉をつけるためにやるべきこと、その6は、油を食べるなでございます。油、いわゆる脂質というのは、男性ホルモンや成長ホルモンなどの材料になり、筋肉をつけるためには必要不可欠な栄養素となります。ただし、この油、いわゆる脂質というのは、 1g 9キロカロリーあり、炭水化物やタンパク質の倍以上のカロリーを含んでいます。そのため、揚げ物であったり、肉の脂身であったり、これらを気にせずに食べていると、筋肉だけでなく体脂肪がどんどん増えてしまいます。あまり体脂肪が増えすぎると、トレーニング
ニングへ悪影響を及ぼします。体重が増えないという悩みを抱えていれば、脂質までたくさん取ってハイカロリーにするというのも一つの手ではありますが、基本的には肉の脂身をカットする、そして揚げ物などをなるべく避ける食事をすることが、無駄な脂肪をつけすぎずに筋肉を増やしていく方法になります。これまでのトレーニング編、栄養編いかがだったでしょうか。続いてはサプリメント編に参ります。筋肉を大きくする上で最も大切なのはトレーニング、トレーニングの質であったりトレーニングのボリュームです。そして栄養編でお話ししたタンパク質、脂質、炭水化物、特に三大栄養素を日々の食事で摂取することが筋肥大には欠かせません。ただしサプリメントというのもうまく活用することで、あなたの筋肥大に大きなプラスになります。ぜひこれからお話しするサプリメント編3つのことを参考にしてみてください。筋肉を大きくするためにやるべきこと、その7はカーボドリンクを飲めでございます。カーボというのは炭水化物のこと、すなわち糖質が含まれるドリンクをトレーニング中に体重 ×1g を目安に飲むようにしましょう。なぜこのカーボドリンクが必要かというと、トレーニング中というのは最も筋肉の合成が高まるだけでなく、筋肉の分解も進んでしまいます。この筋肉の分解を防ぐためには、トレーニング中にすぐさま吸収されるカーボドリンク、これがとても有効になっていきます。おすすめのカーボドリンクとしては、一番安いものでいうと粉飴、他にもクラスターデキストリンや CCD、またはポカリスエットなどをトレーニング中に飲むことも筋肥大にはとても有効です。筋肉をつけたい方は体重 ×1g を目安に飲むようにしましょう。続いての筋肉を大きくするためにやるべきこと、その8は EAA を飲むでございます。 EAA というのは必須アミノ酸9種類が含まれたサプリメントになります。この必須アミノ酸というのは肉や魚からでも取れますし、プロテインを飲んでも取ることができます。ではなぜ EAA を飲むかというと、その吸収速度にあります。プロテインであれば血中アミノ酸濃度が高くなるのに60分、 EAA であれば飲んでから15分で血中のアミノ酸濃度を高くすることができます。つまりトレーニング前に肉やプロテインなどを摂取するよりも、トレーニング中に EAA を飲むことで筋トレしながら高い血中アミノ酸濃度を保つことができます。先ほど紹介したカーボドリンクと一緒に EAA を 15g トレーニング中に飲むことで筋肥大効率を最大限高めることができます。続いての筋肉をつけるためにやるべきこと、その9はビタミン C を摂取するでございます。ビタミン C を飲むことで筋肥大には欠かせない男性ホルモン、テストステロンを高めることができます。さらには筋肉を分解してしまうストレスホルモン、コルチゾールを抑える効果もあります。アレルギーを抑制する効果や美肌効果ももちろんありますし、一番実感できるのは風邪をひかなくなることだと思います。1回 1g、 朝昼晩、できれば1日 3g の摂取を心がけましょう。ビタミンについてよくわからないという方はマルチビタミンを飲むのもおすすめです。僕が毎日欠かさず飲んでるビタパワーにはビタミンが全てコンプリートされてますので、こちらを毎食後に飲むのもおすすめです。さあ、いよいよラストになりました。筋肉をつけるためにやるべきこと、その10は絶対的な根性でございます。これまでお話ししてきたトレーニング編、栄養編、サプリメント編、これらを心がけることはもちろん大切ですが、やはり筋肉をつけるために一番大切な部分というのは、質の高いトレーニングをすること、トレーニングの強度を追い求めること、そして過去の自分を超えようとする力、精神的な根性というのはやはり重要になっていきます。筋肉をつけたい、大きくしたいという情熱や、苦しい時に粘れる力、そういった心の情熱を絶やさないように筋トレに励んでみてください。そして何より筋トレを好きになることがとても大切です。ぜひ今日お話ししたことをあなたの筋トレライフに生かして、理想の体を目指して頑張ってみてください。今日見たい動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。筋トレ頑張って。